ビストランテキメラ、筒井光彦です。今回は食物繊維たっぷり食べるレンコンスープをご紹介します。じゃ早速レンコンです。まず皮を剥きます。皮つけたままでも全然構わないんですが、剥いてもらう方がスープの色がきれいになります。でこれをスープ用とソテー用に分けていきます。まあ、1センチ厚ぐらいに1枚切ってください。まあ、これソテー用にします。でこちらを両面塩します。両面塩してもらって、これ10分ぐらい置いてもらうのがポイントです。塩が中に染み込んだ方が味が入っていいです。で残りのものこちらスープにします。まあ、一度縦に切っていただいて、まあ、ここである程度細かく切ってる方がミキサー回りやすいので、まあ、こんな形でザクザクっと切ってください。じゃあ続きまして、スープのちょっとお出汁を作ろうと思います。今日はアサリです。砂抜きしてください。でそこに白ワイン入れます。でこのまま蓋をしてアサリを開けてください。で、まあ、開いた時に出汁出ますんで、それを使ってレンコンを回します。まあ、あんまり強火にすると水分が煮詰まってしまうので、まあ、ちょっと湯気が出るぐらいで大丈夫です。まあ、すぐ開きますんで、まあ、軽く一度途中でレシピを混ぜていただいて、もう何個か空いてますんで、もう少しです。でこれぐらいのサイズのアサリでしたら、もう開いた時にアサリに火が入ってますんで、もう殻が開けば火が入ってると思ってもらったらいいです。結構アサリジュース持ってますんで、最初の白ワインが結構倍ぐらいにはなります。液体沸きましたんで、これこのまま液体取っていただいて、でこちらはアサリを揚げます。でアサリの方は、まあ、お出汁だけだともったいないので、こういう感じで身をポロッと外してください。で今日アサリの出汁にしてますが、貝苦手な方とか鶏出汁に変えていただいたり、まあ、カツオの出汁とか他の出汁にしていただいてもいいです。はい、先ほど塩しましたレンコンです。こう塩が馴染んでちょっと水分が出てきてます。これソテーします。これレンコンはやっぱりスープだけだと食感がないので、ちょっとこうカリッとした食感と焼けたレンコンの風味付けに1枚ソテーしたものを散らしてもらうとまた全然違います。でこれを両面焼いていきます。まあ、これぐらいの厚みですと、まあ、強火にしてもらって両面色づいてきたらちょうど火が入るぐらいだと思うので、弱火にしてもらうよりは少し強火にして香ばしい焼き色をつけてもらう方がいいです。まあ、一度返してもらって焼き色があまりついてなければ、もう一度焼いてもらったらいいの で、 この塩をして10分ぐらい置いたものになってるんですけど、これ塩してすぐ焼くと焼いてる途中に塩が取れてしまうので、10分ぐらい置いて味を浸透させてもらう方が食べた時に塩が染み込んでて美味しいです。ですので少し前に塩してください。じゃあ裏向いてみます。これぐらいの焼き色をつけていただきたいです。じゃあそうしましたらレンコンスープ
回していきます。先ほどのアサリの出汁です、あいたもの、これ入れます。これ水分入れてあげるときれいに回るので、何もないとちょっと回りにくいです。でこれを潰します。はい、これぐらいです。まあ、できるだけ滑らかにしてもらう方がいいです。あんまりちょっとコロコロっとしてると食べた時の食感が少し悪いので、滑らかにしてもらう方がいいです。じゃあそうしましたら、このまま火を入れていきます。で今は色が真っ白です。でこうサラッとした状態です。でこれを加熱していくとどんどん濃度が出て、この白いのが火が入ると、まあ、少しグレーのような色に変わりますので、まあ、色が変わるのが、まあ、目安と思っていただいたらいいです。ある程度濃度ありますんで、こう強火で火を入れてもらうとこのフライパンの底が焦げてしまうので、まあ、少し中火から弱火ぐらいでゆっくり底をちょっとこう混ぜながら入れていただくといいです。レンコンのでんぷんが固まってきますんで、固まってくるとこんな感じでポテッとしてきます。でポテッとしてくると今度火が入って、このレンコンのさっきの白かったものが色が変わってきます。レンコンって濃度が結構ものによって違うのと、でんぷんの量でこう変わってきます。でその先の方か手前の方かによっても違いますんで、少し硬いなと思ったらお出汁や少しお水入れていただいて伸ばしていただいたらいいです。この辺は混ぜながら好みの硬さに調整していただいたらいいです。まあ、ちょっとこう持ってもらって出来上がりのイメージをしていただいて、まあ、ちょうどこうサラサラっとなるぐらいにしてもらうと食べ応えがあっていいです。これでスープの完成です。これぐらいの硬さがいいです。ドロッとして、先ほどのアサリです。ここに生ハムちょっとちぎって混ぜます。で今日は柚子の皮、香りでいきます。まあ、軽く混ぜていただいて、じゃあ盛り付けます。先ほど焼いたレンコンちょっと切っていただいて食感で乗せてください。これ少しあると全然違いますので、まあ、ちょっとこう揺すっていただいたらスープ真っ青になります。で、こう、出汁を取ったアサリですけど、これもったいないんで、もうそのまま、ちょっと浮き身のように、真ん中に盛ります。で、仕上げにオリーブオイル。これたっぷりかけてもらっていいです。はい、こちらで完成です。